紅葉の便りがちらほら聞こえてきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も楽しく美味しくお届けいたします。この番組は結びがクリニック栄養ケアステーションの提供でお届けいたします。改めまして、吉岡里沙の酒と魚と音楽と、パーソナリティの吉岡里沙です。アシスタントは八戸市出身チンドゲの永田美香です。ミカちゃんです。どうもリサちゃんです。ということで、はい、なんか、うん、今日も楽しく美味しくね、美味しくね。もうなんかおつまみのかまりっこがいっぱいしてましたね。なんか今日はなんかすごいよ。すごいなんか豪華なんですよ。うん、もうなんかこの映像をご覧の方はもう、わすごい今日はって、何があったんだそう、あいつは誰だみたいなことになってると思いますけども、なってるなってる、ということでね、この番組はですね、はい、毎月第2木曜日午後2時から2時50分の生放送でお届けいたしております、はい、何が起こるかハプニングも楽しみに、はい、ということで大概リサちゃんが起こしてますから、ね、あ、私ですか、はい、すいませんということで、はい、あのハロウィーンなのでなんかこう画面がね今ちょっとチラッ と、ね、チラッとね、ハロウィーンっぽくなっていると思います。はい、はい、今日のゲストさんは後ほどとってもね、うん、綺麗な方です、ね、オーラがよわーっていう感じ、ね、うん、はい、それと、日本酒はもうね、すばラインナップが今日素晴らしい。今日は1本じゃないんですよ。そうで、坂倉さん直接来ていただいてますからね、後ほどゆっくりとお話を聞かせ願いたいと思います。はい、そして青森ホタテ流通振興協会さんからも美味しいのが、はい、はい、届いてます。来てます。はい、で結びがクリニックさんからもまた素敵なメッセージが届くことになっています、はい、お楽しみにしてください、はい、ということで、ね、1ヶ月ぶりのご無沙汰でした。大丈夫、はい、今日はだいぶ、ね、働いてましたよ、うん、ね、すごいね、あのフェイスブック見てるとあっちこっち行ってて、いやいや、そうでもないんですけどね、大体、うん、はこの時期っていうと、うん、大体飲食店さんがバーッと開店したりとか、老人ホームさんの秋祭りが始まったりとか、うんうん、秋祭り珍しいところではね、うん、あのお相撲さんのお部屋が終わって今ちょっと地方巡業とかの時期でしょ、うんうんうん、でパーティーがあるんですよ、講演会の、うんうん、それで今回はね、立浪部屋さんのね、うん、あのチャリティーコンペに参加してきました。すごいコンペに、そうなの、それのねアトラクションでね、うん、私以外にも、うん、なんかの、長州小力さんとかね、ネズミ先輩とかね、ビート清師匠とかね、なんか大御所がね、楽しそうな、そう楽しかったんですよ、うんうんうん、でもそういうところにチンドヤもね、うん、意外とこう花を添えることができますのでね、あのぜひね、うん、何かの時によろしくお願いしますみたいな1ヶ月でございましたが、はい、リサさんは、はい、私昨日ね、うん、関西から帰ってきたばっかりです。昨日あっちこっち行ってるよね。私もね、でも昨日はねプライベートでね、うん、なんとプライベート、うん、そう、この番組がね、うん、あのもう始まって5年経ってるじゃない。そうですね。で私ずっとね行きたい場所があって、うん、そこに初めてもう念願かなって行ってきたんですけど、それはどこ、どちらへ。あの白雪、白雪、そう、酒はなんか山は富士なら酒は白雪とかっていうのがあって、え、それ土地の名前、白雪、酒蔵さん、清酒発祥の地です。酒蔵さんの名前が白雪さん、白雪酒造さんってこと。そうそうそう、そうそうそう、あ、そうなんですか。旧岡田家、ね、ちなみに何県ですか。兵庫県の伊丹市。あ、そこが発祥の地なんだ。そう、行ってきたんです。でもすごく感激して帰ってきて、勉強してますね、うん、そうなんですよ、勉強もして、うん、来ましたし、うんうん、で今日はですね、なんと青森県の酒蔵さんが来てくださってます。イエーイ、初めまして、初めまして、ご協力ありがとうございました。すごい素晴らしい方でした。ずーっと持ってずっとね、仮面をかぶってましたね、ちょっと約4分間ちょっと腕が疲れたなと思ったりするんですけれども、いえいえいえ、ありがとうございます。でも見てる人は誰だこいつって思われてるかもしれませんけれども、自己紹介をお願いいたします。桃川株式会社の、営業しておりますあゆかと申します。どうぞよろしくお願いいたします。いい酒は朝が知っている桃川さんが来てくれました。はい、まあ、弊社はですね、うん、もうあの大体約130年ぐらい前から、うん、奥入瀬町でずっと日本酒を作り続けている酒蔵でございますんで、あと、うん、でね、今日ちょっと3種類ほど美味しいお酒を持ってきましたので、うん、はい、美味しいおつまみと一緒に、うん、トークできたらなというふうに思ってますんで、またその時はぜひお願いできたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
今日なんかすごく贅沢な感じ。130年も続いてるんだ、ね、そうなんですよ。ちょうど、ね、ですね、来年で130年になりますんで、うん、まあ、ちょっとあの来年130周年記念で何かしようという形で会社の方もしてますので、またね、いろいろと情報発信の元になれればなというふうにも思ってます、はい、もう気持ちは飲み放題って気持ちになってますからね。で今最近本当にね、日本酒のイベントみたいな形がやはり非常に多い中でですね、流行ってますよね。流行ってますね、まあ、やはりいいお酒やっぱり飲みすぎないように、今日はね、柔らぎ水なんかも一緒でございますので、はい、決してね、酔わない、あの、美味しい飲み会にできたらなというふうに思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ではここで本日のゲストさんをご紹介したいと思います。この方です。本日のゲストは美しい方でございます、俳優さん、そしてダンサーでいらっしゃいます中坪由紀子さんです。どうぞ真ん中の方にどうぞ。すいません、どうぞこちらの。あ、大丈夫です。申し訳ないです。ありがとうございます。はい、もうすごいオーラ、いい、このスタイル、サイズが大きいもので、すいません、場所を取りまして、すいません、よろしくお願いします。髪の毛、これ、はい、地毛です。地毛ですね。すごいですよね。あ、まあ、ちょっと切ったんですけど、これでも。え、そうですか。わあ、髪洗うのが大変そうな感じ。いや、そこじゃない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 。はい、そう、本当はもう素敵な方で、女優さんだし、ダンサーさんなの。もうパッとあの、初めてお会いした時にも、あ、やっぱりそういう、うん、あのご職業の方なんだなっていうのがもう本当に、ね。わかりますね。分かってもらえる。いや、わかります。なんと、はい、あのフラなんですよね。踊られるのが。そうですね。はい、うん、ハワイの踊りと、あとはポリネシアの踊りですね。うん、あのタヒチとかサモアとか、まあ、ハワイもポリネシア諸島の一つですので、はい、ポリネシアンダンス全般ということですね。はい。はい、でもご出身は？青森県の南部町です。わ、はい、素敵な方がね、急に和む和む、なんか嬉しいなみたいな、青森さんです。でも、はい、あの、はい、そういうね、うん、あのダンサーとか俳優さんで、うん、東京で活躍してらっしゃる方が南部町から出られてるっていうのはなんか嬉しいですよね。嬉しい、そう、すごいですよね。終わった時にね、もうまさき私ラブコールしちゃった。ありがとうございます。いやもうその説は、もうこちらも私も会えてすごく嬉しいです ね、 でもね、なんかお話ししてたら、うん、2人ね、美香ちゃんとの共通の、ね、共通のちょろちょろって ね、これから共通の方の名前がどんどん出てまいりますよ、多分。そうなんです、そうなんですね。で、なぜ私が中坪さんとお知り合いになったかというと、はい、実はですね、あの某番組でね、はい、あのお会いさせていただき、はい、その前にうちの、あの八戸の弟が知ってる、あ、ね、そう、あ、そう、あのエンターテイナー弟ですか。そう、エンターテイナーですよね。なんか何度もその中坪さんのステージを拝見してて、俺ファンだって言って、見だったんだって、あんな知らねえのかって言われて、すいませんって言ってなんですけど、今回なんと私の11月17日のね、ランチョンコンサートで、はい、ゲストさんで出ていただくんですよ。で、そちらのチラシがありましたよね。はい、よろしくお願いします。なんか赤い、なんかこうすごく生き生きとした感じの素敵な、ね、はい、はい、この、ね、はい、はい、これなんですけれどもね、はい、そう、ピンクが私で赤が中坪さんで、はい、ちょうどなんかいい感じで、はい、こちらの方にね、出ていただくの、はい、もうそうですか、すごく今から楽しみなの。ありがたいです、本当に。そう、 ね、よろしくお願いします。ちょっと華やかになるといいな。ちょっとじゃないと思いますよ、だいぶ華やかになると思います。もうこれでも十分華やかなんだけど、多分、ね、衣装をね、また変えると違った感じで、そこもね、お楽しみいただけるといいかなと思います、うん、ということですね。で、その他になんか、はい、ご自分のなんかスケジュールが今日結構いっぱいなんですよね。そうですね、うん、はい、お芝居の、あ、ダンスの話にしましょうか。ダンス流れ的にね、はい、今踊りの話してます。そうですね、あの八戸でですね、はい、あの払う生モートリパという、うん、ポリネシアンダンスのあの教室をやっております。本校はハワイにありまして、日本では新宿に日本校がありまして、福島にもね、いわき市に、分校があります。そして八戸市にもスタジオがあるんですが、この12月で、3周年を迎えることになりまして、ちょっとお祝いの発表会兼ねたパーティーを八戸パークホテルさんでやります。12月の15日に、そちらのチラシがありましたね。すいません、お願いします。はい、画像なんか、ね、はい、これはあの、はい、もうお食事をね、
しながら12月の15日の土曜日、はい、11時半から始まります。お昼間ですのでね、年の瀬ですけどもちょっとあの土曜日にお時間作って来ていただけたら嬉しいなと思います。これはダンスと生バンドも入られる、生バンドもハワイから、それは素晴らしいですね。すごい豪華。うちの先生がハワイのあのクムフラレアトサビーニという、先生が、ハワイからやってきます。で、もちろんあのチャンティングといいまして、あの大きな楽器を叩きながら歌を歌って、それに生徒さんが合わせて踊るというもやってくれますし、あとハワイ あのバンドも呼んで生演奏で、八戸の生徒さんたち踊っていただくということになります。わあ、豪華版ですね、はい、これはかなりチケット取るのが難しいんじゃないですかね。もうほぼほぼ売れておりまして、でもでもまだお席ありますので、うんうん、ありますので、八戸パークホテルさんの方でもあの受け付けてますし、あのこのチラシにありますあのお問い合わせ先の電話番号の方にあのくだされば大丈夫です。そうですよね、あの見たことない人もこれを機会にっていうことも素晴らしいですね。そうですね、やっぱり本当の音と本当のダンスっていうのを見ていただくのが一番最初はいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあここで、踊りの区切りということで、なんかお酒でお祝い、祝い、そうですね、これから本番をね、全て成功するように。そうそうそう、ありがとうございます、はい、では最初行きましょうか。はい、はい、今日はいいですね、説明していただけるなんかリッチな感じ、リッチです、はい。3種類ありまして、まずじゃあこちらの方のお酒いきたいと思います。はい、よいしょ、こちらの、桃川の吟醸純米酒ってお酒になりますね。吟醸純米酒、はい、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。その商品でございます。画像がちょっと大きくできますか。ちょっとちっちゃい、ごめんなさい、私が取り込んだんですけども、画像がちょっとちっちゃい、ちょっとラベルの色がね、なんか素敵な柄になっていて、そうですね、はい、ゴールドに近いというか、まあ、青森の人ってやっぱりどうしてもよくお酒を飲むっていうイメージが非常に強いかなというふうに思ったりするんですけど、やはり皆さんご出身の方だと思いますので、じゃあ実際どれぐらい多いのかと言いますと、全国のランキングでいきますと、青森県というのは、一番多いのはやはり東京都なんですけれども、5番目、これ意外と、はい、なんですよね。でこれを、ま、アルコール全部になっちゃうと5番目という形なんで、いろんな、ま、お酒に限らず、例えばそのやはり、焼酎ですとか、あとウイスキーとかも結構非常に高いのが、市場なんですけれども、やはり全国で5番目というところの市場でして、やっぱりもともと皆さん酒好きの方が非常に多いところじゃないのかなというふうに思いまして、はい、まず一つ目のお酒の方をちょっとお継ぎしたいと思います。ゲストさん、ありがとうございます、はい。まあ、ちなみに最初僕第1位は東京都と言いましたけど、第2位はどちらだと思いますか。大阪か新潟か、大阪か新潟か、あ、すみません、ありがとうございます。そうですね、宮崎、ですね、宮崎とか九州の方は焼酎を割っちゃうんで、あ、そっか、気で飲まないもんね、はい、そっかそっか、はい、という発想で言っちゃうとですね、2位は実はですね、高知県なんですよ。あ、飲みそう、飲みそう、なんか言われたらそうですね、行かれた方は あるかもしれない、なんとなくわかるかもしれないんですけれども、宴会が恐ろしいとかですね、サワツルって言いましたっけ、なんかすごくそこから出して、はい、あなた得意なところ、まず前祝いということで、よろしくお願いします。桃川吟醸酒、ちなみに2時20分ですけれども、もうお酒飲んでます今日は嘘みたいな。わあ、うわ、これ美味しいわ。このお酒の説明をしたいと思いますね。はい、やや辛口のお酒でございます。吟醸って言っちゃうとどうしても皆さんの香り、フルーティーというイメージが日本酒だとあるかと思うんですけど、決してこれはちょっと香り系っていう部分ではなくて、ちょっと味わい系で勝負してるお酒でございます。すごい美味しい。麹の香りがすごいですね。そうですね、花麹みたい。飲んだ後がこうドライ感が、そうですね、はい、辛口もありますし、飲み口も悪くないかなというふうに思います、はい、
辛口のお酒ですね、まあ、非常に、まあ、この桃川、私どもの桃川非常に賞もたくさん取っておりまして、そうですよね、すごいですよね、はい、金賞金賞って、そう金賞、そうですね、はい、10年連続、はい、ね、全国品種鑑評会におきましては11回連続、11回、はい、おめでとうございます、させていただきまして、はい、今年ももうすぐその受賞種の方発売させていただくんですけど、うん、非常に数が足りないということで、なんか、営業間で喧嘩になってるみたいな雰囲気もありまして、はい、あれば超ラッキーかなというふうにも思ったりしておりますね。でまた今回のこの吟醸純米というお酒はまあ、外国の賞なんですけど、インターナショナルワインチャレンジというやつで、トロフィーという賞まで取ったお酒でございまして、トロフィーというのは金賞のもう一個上ですという形になってまして、はい、お酒でございますので、まあ、本当外国にでも評価していただいているようなお酒でございますので、はい、すごい、通常価格でこちらで1250円でございます、うん、一升瓶もございますんでね、はい、ぜひどっかで探していただいて、1250円って安いですよね、うん、私も今なんかお手軽です、ね、お手軽です、うん、普通に買えるような、うん、食事と一緒には一番おすすめの商品かなというふうに思います。食事といえばちょっと いいシャンパンみたいな味がするので、はい、うん、食前でも、ね、食事といえば、食事といえば、ホタテ流通振興協会さん青森のね、はいはい、はい、今日はですね、ホタテマヨネーズ、これはもう ね定番商品ですよ、そうなんですよ、これどうぞお箸の、ま、前にありますので、はい、召し上がってみてください。そう、これちょっと味がねしょっぱ系なんですけど、サラダに混ぜる、キャベツとかレタスとかに混ぜて混ぜてもいいし、サンドイッチにしてもいい、サンドイッチですよね、あとグラタンとかに入れてもいい、使えるんですよ、ないですか、どうぞ、すいません、ちょっとやってみてください、ふわふわだ、貝柱がいっぱい入ってて、うん、細かくなってて、大川さんもどうぞ、ありがとうございます、間違いないやつですよ ね、あ、もうかまりっこがね、これであの焼いても美味しいんだよね、パンの上でね、そうそうそう、焼いても、あ、みかちゃんやってるな、やってる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 んですよ、あ、美味しいですね、でも確かにこの日本酒がとってもこう白ワインっぽい味なので、うんうん、魚介とかすごく合いそうですからね、いいですね、これはね、じゃあ私もちょっといいですか、いただきます、うんうんうん、このね、ちゃんとホタテの歯ごたえがあるのが、うん、ね、さすが、合いますね、やっぱり、うん、ね、そう、このホタテのね、貝柱感がすごいよね、うん、うん、やっぱり青森のものは青森のものっていうのはやっぱり美味しいですね、そうです、合いますね、そうですね、はい、最高だ、おいしいって飲んじゃった。みんな結構飲んじゃった感がある。待ってますぐらいの感じで、ね、すみません。なんか次のを待ってますみたいな感じ。ございますね。じゃあ行っちゃいますか、次。行っちゃいましょうかね。行っちゃいますか。はい。はい、じゃあ 2本目でございますね、はい、ゲストの中坪さんいきなり飲んでて、ね、大丈夫ですか、この後この後ダンスの練習とかあったら大変なのかなと思っているようで何も聞いてないのに飲ませているっていうものそう、直前的に直前今日飲みますかって、ね、自動的に飲みます、次のお酒ですね、はい、次のお酒、はい、こちらからちょっと、はい、純米大吟醸のお酒になります。こちらこれ今年の春に発売しました、すいません、はい、はい、奥入瀬流の純米大吟醸という形の大吟醸純米とお酒になります、うん、はい、なんか綺麗ですね、これね、はい、まあ、奥入瀬流と言いますので、まあ、私ども奥入瀬川からのお水をいただいているという形の中で、はい、発売している純米大吟醸でございまして、はい、これもちょっと香り系の部分になりますので、うーん、はい、すいません、いつもイベントがいっぱいあるんだもんね、 ありがとうございます、そうなんですよ、元気出してね、はい、成功させなくちゃいけないもんね、はい、ありがとうございます、いや、これだけ飲んだら成功間違いなしかもね、あ、そうだよね、間違いなしですよね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、前、うん、ちらっと色も、そうですね、色が、そうですね、少し色がついています、そうですね、はい、高級感があって、はい、青森のお米使いまして、はい、やってるお酒でございます、大丈夫ですか、無理しなくても、お水を、はい、いただきながらやります、はい、さっきの吟醸と近い香りがしますね、うーん、そう、なんか説明しながら飲みながら大変ですね、すみません、本当ですね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと少なめに飲んでいきますか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ2つ目の仕事も頑張ってください、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、あ、こっちの方が、
個性的、うん、あの飲みやすいのはこっちの方ですね、はい、非常に綺麗の方もあるタイプのお酒でございます。全然違うんですね、はい、全然違う、甘さがポンと来ますよね、違いますね、同じ蔵で作ってますけどやっぱり違いはこれで出てくるかなと思います。でも実際にやっぱり水は一緒ですので、やっぱり米とかその味覚量とかそういった部分ではやはりお酒って変わってきますんで、うん、大事なのが口に入れた時の満足度が高いですよね。そうですね、ぎっしり、素晴らしい表現、さすが、なればなるほど危険なお酒になりますんでそういうことか危険な、そうですね、はい、頑張ってきました。ちょっとさっきはですね、うん、まあ、日本酒のお酒、青森の人は石膏を飲みますよという話をしたんですけれども、うん、実はあの今月の1日10月1日が日本酒の日ということでございまして、そうでしたね、はい、そこでお会いさせていただいたのですよ、はい、あの例のお店で、はい、日本酒会だったんですね、はい、例のお店でごっつりさんで、この日本酒の日っていうのはですね、昭和何年だったかな、あ、そうですね、全国酒造組合中央会というところがですね、うん、昭和53年に制定した、そんな古くからあったんですか、はい、まあ、要するに、今はもう皆さん日本酒って言いますけど、当時は清酒という言い方も結構してたので、うん、そうですね、はい、そうですよね、清酒、はい、清酒、清い酒って書くんですね、うん、そうなるとじゃあ焼酎は清くないんかいって話になりますので、うん、まあそんなことはないですけど、清めには日本酒しか使わないんじゃない、はい、そうなのか、はい、ですので、うん、今もうラベルなんかも皆さん日本酒っていうこういう形でですね、うん、全部ついてますね、うん、当時はあの清酒というのも、うん、すみません、はい、あったんでですけどね、はい、という形の中で今もう皆さん日本酒って、まあ、外国人さん向けも非常にまあ日本酒ブームでございますので、うん、やはり分かりやすいという形の中でやってまして、うん、10月1日が、日本酒の日という形でやってる中で、まあ、いろんなライブ中継しながら、うん、いろんなところで、みんなで乾杯しようと日本酒をという形の中でね、日本のお酒なんで国酒なんでという形でいろんなイベントが1日の日にあった中で伊佐さんと一緒に、お会いさせていただいたという形で、北千住と八戸と同時に乾杯っていう、うん、そうなんですよ、ね、はい、そうなんですよね、夜の8時だったんですけどね、早いのか遅いのか非常に微妙な時間だったんですね。八戸チームはなんか6時半頃から始めてたという形だったんで、そうなんだ、そういう時だけ8時半じゃないんですいや、そういう形だったんです。楽しかったですよ、でもすごくね、はい、あっという間になんか桃花はなくなっちゃってね。そうなんですよね、6? 6本、一升瓶6本かぐらいをお店の方が頼んでくれたみたいなんですけれども30分ぐらいで終わってました、ね、あっという間になくなったの、もうないのみたいな感じで、そう、美味しかったですね、美味しかったね、はい、そうですね、それはあるかもしれない、やっぱりもうススッといっちゃうので、そうですね、はい、まあ、ちなみに今後11月1日があの焼酎の日とかね、いろいろありますんでね、その中にやっぱりアルコールカテゴリーもいろんな部分で、まだその日に合わせてまたイベントとかもありますんで、はい、またぜひどっか探していただければなというふうに思います。ちなみにこの、今お継ぎしたやつで4、5瓶で1280円、ほとんど値段的には同じぐらいですんで、ただあのタイプ的に味わいが全然違いますので、やっぱりこれってやっぱ嗜好品ですんで、お好きなのを選んでっていう形、はい、ですね、交互に行くとね、うん、そうですよね、いつまでも飲んでいられる、ね、やっぱ り, っぱり余計なこと言いました、ね、だんだんボロが出てきて美しいだけのじゃないですよ、ね、飲まされちゃうとでもアルコールはやっぱり一緒ですんで、やっぱりそうやって比較しちゃうと分かりやすいかなというふうに思いますんで、まあ、よく試飲会とかイベントとかで同じところでもやっぱり辛口甘口いろいろあったりするんで、ベースは変わらないんですけどね、やっぱりそういったのを一つの楽しみにして、ね、日本酒の楽しみ方っていうのを見ていただければなというふうに思います。はい、はい、以上2つ目のお酒のご紹介でございました。はい、そしてワクワクしている、ゆかちゃんもうない、じゃあ私もじゃないと、これからずっと話してく段階で、うん、ずっと気になったまま行きますから ね、 そうですね、一応全部飲んじゃって、ね、飲ませていただきたい、うん、そうですね、はい、あ、もう 次のお酒のもうテロップが出てますね。はい、そうですね、お酒強いでしょ、いやでも飲んだら飲んだだけ酔っ払いますよ当たり前ですけどいや中には全然顔色変わらない人がいるね、全然変わらない人もいますね、うん、私はちょっとずつ崩れていきますから、うん、楽しみです、それもそう
はい、じゃあ最後の3番目です、はい、これが、はい、これも大吟醸純米のお酒でございます、大きな違いはですね、はい、青森県でしか作っていない花思いというお米を、はい、これもちろん酒造公的米です。酒造公的米というのはあのお酒専用のお米ですね、はい、から作っているお酒でございます、はい、でこのお酒ですけれども実は今年、これもですねインターナショナル酒チャレンジというやつでこちら、はい、最高金賞を受賞することができたお酒でございます。映りますかね。またこれがこれ映りますね。すごいですね。世界でナンバーワンって書いてありますよ。このゴージャス感ね、これは素晴らしい。 ありがとうございます。はい、つまみいらない世界じゃない。そうですよね。すごいですね、はい、もう何も完成度が高くて、最高金賞でしょう、はい、まさにお正月に飲みたい。なんか今日ごんと正月すごい一遍にすいません一遍に来ましたボンって思いすぎた。あ、ハロウィンだから、クリスマス、ハロウィンとクリスマスが一緒に来たみたいな。はい、はい、では、すいません、はい、じゃあ3つ目と4つ目のお仕事がいっぱい、はい、はい、いきますね、うまくいきますように、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みかちゃん多めに言うと、さっきからね、どうも多めに入ってる気がするんですよね。なぜかしら。よかれと思って。いや、だからちょっと私だけちょっと多めですよ。大丈夫ですか。転職とごめんなさい。はい。はいはい、じゃあ3回目も。はい。ありがとうございます。成功をお祈りいたします。はい、あ、また違う。とろっと。あ、ソロですね。ちょっと旨味もある感じだと思います。キリッとしてごめんなさい、顔見て顔ちょっと、ね、酔っ払ってきましたね確かに量的には飲んできてますからね。そうですね、はい、ちょっと旨味もあって、うん、飲みやすさもあるんで、最初味が出てきても、うん、後から飲みやすさが来るんで、うん、スーッとくるという形ですね、うんうん、はい、さすがの金賞ですね。あの嫌味とか、はい、いぐみがない、えぐみがない、うん、全然ないですよね、うん、すごい美味しいです、はい、ありがとうございます。だんだんいいお酒を今回ついたんで、うん、はい、一番いいパターンかなというふうに思いますので、はい、美味しゅうございます。美味しゅうございます、はい、飲みやすいタイプ。私でもね、私的には一番最初のこれが好きです。それはね、量飲む人なんですよ量飲みたい人は多分一番目量飲みやだし、量飲みちゃんだと思います。女性は好きだと思いますよ、ね、最初のやつの方が、うん、すいません。ちなみに今やっぱり寒くなってきましたんで、うん、おかんされる方も増えてきてるかなと思って、うん、どれがおすすめですかって聞かれるんですけど、やっぱこの2つはおすすめさせていただいてます。はい、大吟醸だからちょっとという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、今年の缶酒コンテストの、はい、プレミアム缶酒部門でこれも金賞を取ってるお酒でございますので、うん、その前の年はこの最初お継ぎしたお酒が、うん、はい、なってますので、うん、はい、熱燗なんかでもこれからの季節ちょうどいい季節になってきましたんで、はい、おすすめかなと思います。この真ん中のおいらせ流大吟醸純米、これはお燗にしたら味が変わりそうな感じがする。そうですね、変わってくると思います。ちょっと旨味が出てきます、ね、はい、なんかそんな感じの、うん、そう、なんか訴えていた私にそう、僕は変わるよみたいな。すごいですね。酒と会話ができる女。すごい、さすがだな。そうですね。変わりますね。でも本当にね、なんかホタテの貝焼きとか、そういったので、うん、重々なところで、ね、いただくっていいですね。はい。でね、ちょっと余談ですけど、今日皆さんやわらぎ水飲みながらやってるんです、はい、これなんでやわらぎ水がいいのかっていうことなんですけれども、はい、やはり体、直接お酒飲んじゃうとどん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 体に負担がかかるんで、それを抑えながら飲めるという形になるんで、うん、飲みながら飲むというのはやっぱり体のペースが一番いいんじゃないかなというふうに思います。でそれイコールやっぱり次の日の朝、二日酔い防止に一番向いてますよという形ですので、朝が知ってますからね。そうなんですよ、モーカーはですからね。そうなんですよ、ね、ありがとうございます。いえいえ、なんでやっぱりそれってやっぱり大切なお酒の上手な飲み方かなと思いますので、この間の1日のイベントでもやっぱりお酒好きなんだけど、やっぱ週末しか飲めないとか、そういう方々も実際にいらっしゃったのも事実なんで、やっぱりそういった一緒にね、こういったのと一緒に飲むと全然、はい、次の日も大丈夫かなと思うんで、あの時僕も最後水ばっかり飲んでたんですよ。そうでしたか。生じる合わせようにそうなんですよ、
という形もあるんで、はい、ぜひあの柔らぎ水というのは、はいはい、おすすめさせていただいているかなというふうに思います。柔らぎ水は倍ぐらい飲んだ方がいいんですか？あ、そうですね、やっぱり、ね、同じ以上は飲んだ方がいいかなと思いますんで、やっぱりね、はい、うん、でお水の種類は特に問題はないかと思いますんで、うんうん、はい、普通のお水でも全然大丈夫かなと思いますんで、はいはい、仕込み水で飲むとより美味しいっていうのは本当なんでしょうか？はい、ありますね、うん、仕込み水を出している蔵元さんと出してない蔵元さん実際にあるかと思いますから、うん、一概には言えないかもしれないんですけれども、うん、必ずしもそうではないとは思うんですけれども、うん、まあ、やっぱり実際作った水の水ですから、うん、やっぱそれは合うんじゃないのかなという部分ですか、うん、ないのかなっていうぐらいなんですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。もうなんか少しまたね学ぶことが本当です、ね、ちょっと賢くなった。やっぱりこう、うん、説明していただきながら飲むと楽しさが倍増です。そうですね、本当に。ということでもう今日はね、はい、お待たせしました、うん、中坪さんのために、はい、もう桃川さん、あゆかさん、ありがとうございます、駆けつけてくださって本当ありがたいですね。前祝いをしていただいた、はい、はい、うん、はい、で、はい、まだまだいっぱいイベントがあるのよね。そうなんですね、はい、お芝居があります。お芝居、はい、はい、風蓮ダンスという劇団が、うん、のお芝居でして、はい、マツロワヌタミ2018というね、お芝居がございます、うん、これはですね、うん、主演が、白崎恵美さんですね、東北ロッケンロールショーで、東北をライブハウスをね、うん、バンドで回ってで、うん、歌で東北を元気づけるという活動をされていて、もともとはですね、うん、それは、マツロワヌタミという小説があります。八戸の作家さんで村雄介さんで、伊佐の反乱というね、はい、ましでしょうか、このよいしょ、この、本が、この小説をお読みになった白崎さんがもう大変感銘を受けて、うん、東北の民をみんな立ち上がれという気持ちを込めて、ね、いろんな震災とかもありましたが、我慢しないで立ち上がれ、声を出せ、叫べということで、ライブ活動をされ、そして、フレンダースという劇団でこれを元にして、お話はねまた壮大なスペクタクル絵巻になってますが、うん、お話を作りまして、非常に大掛かりな美術、舞台美術ですね、装置とかもとても大掛かりです。でそういう一大エンターテインメントにしたお芝居が、今年の11月、7日、ですね、15、16日に、三鷹市公会堂でございます。そして、これはツアーでですね、白崎さんの、ご出身の山形県の酒田でも、公演します。それは12月の1日ですね、はい、酒田市、市民会館でございます。そして最後はですね、最後の地はやはりこのお芝居のスタートした元になった八戸市に行きます。12月の、7日と8日、八戸市の公民館ホールで、やります。これは、地元のね、雅也信夫さん、そして、木村雄介さんの、お兄さんの木村勝一さんもお出になられます。造形作家でね、役者さんもやっていらっしゃって、ね、正也先生も地元ではもう知らぬ人のいない、うん、もう文化人、ね、演劇の父という、ね、大変な方でいらっしゃいます。実は私の恩師なんですけども、うん、私高校時代こ、演劇部で、うん、顧問の先生が正也先生だったんですね、だからもうご一緒できるのは本当に夢のような、うん、本当に夢のような、はい、私実は前回公演、東京公演を見てるんですよ。 ありがとうございます。松村雄介のね、そしてこの、白崎恵美さん主演の方の、うん、作っている東北ロケンロールショーに私2回ぐらい客演させていただいてまして、そうそう、ミカちゃんね、そうそう、ちんどん太鼓で入らせていただいてまして、だから今日はお会いできてとても嬉しい、嬉しい、八戸の方が、今回は阿南部長八戸の方が、はいはい、この素晴らしいお芝居に参加すると聞いて、うんうん、これは三鷹公演も八戸公演も見に行かねばならぬと思っていたところです。私三鷹行きます。あ、一緒に行きましょう。行くんですよ。
がとうございます。まず本当にこのお芝居は、うんうんうん、あのベタイビレツがまずものすごいんですよ。すごいんですよ、あの大掛かりで。ネタバレになってはいけないんですけども、ね、まずあの舞台いっぱいのゴミ袋から始まるんですね、うん、それ見ただけでもすごいんですけど、その後のさまざまなあの衣装なのか道具なのかセットなのかわからないような、ちょっとこれはもう見ていただかなければわからないですけど、あのこんなに贅沢な自由な遊びの空間はあるのかというぐらい の、 あの衣装なんですね皆さん。そうですね、これはもうまず見ていただきたい、うんね、いろいろお芝居見た中でも、はい、これだけあの労力を使って作ってるものはないと思います。本当にそうですよ、ね、今この瞬間も道具を作ってますから、ね、そうなんだ、そうなんですよ、すごいワクワクしちゃうな、なんか本当に普通のあまりどこにでもあるような感じのお芝居ではあのないことは間違いないです、はい、そして先ほどあのお話ししましたが、あの作家の木村祐介さんのお兄さんの、うん、木村克一さんは造形作家なんですけど、うん、その方が入ったことによって、うん、また道具もグレードアップしていってるというなんですよ。本当に楽しみ、うんうん、八代であのツリーハウスを作ってらっしゃる方で、はいはい、あの方そうです、はい、スローベースみたいなところで、はいはい、あ、そうなんだ、あとね、あの鉄でねいろんなオブジェを作って、うん、鉢の横に、そう、鉢のところにもありますよね、水飲み場が、そうです、トラマイの水飲み場が、うん、勝一さんが作った作品です。そうなの、そうなんですよ、はい、私あそこに顔突っ込んで、うん、あーねー、あれ絶対突っ込みたいですよね、みんなさんやるのね、そう、そう、名所です、そう、鉢で毎年ね私もコンサートさせていただいてるから、うんうん、あそこでいつもこうして飲んでるの、そうですね、あ、そういうか、そうなんですよ、リンクしました、はい、もうこれは八の家の方、見てらっしゃる方、東京公演も八の家も絶対これは必見だと私思っております、はいね、すごい楽しみです ね、 そ、 ですね、そしてその本公演に先駆けまして、うん、10月の、20日に、はい、ハッチの向かいに町庭というスペースが今できました、うん、新しくできましたよ ね、 ね、私もオープンで宣伝させていただきました、うん、そうそう、美香ちゃんチンドンでオープンで、そこでですね、夕方6時から、うん、プレイベントとしまして、うん、ライブ&トークショーがございます。え、なんと、はい、じゃあ八戸の方はパッと行ったらそのプレイベント見れるの、はい、わ、え、それは無料なの、入場料がですね、お一人様2000円になりますが、あ、でもそれは行った方がいい、はい、でも、うん、あの白崎恵美さんもいらっしゃいます、東洋太郎さんもいらっしゃいます、あら、そしてバンドメンバーも来て、うん、ライブが、うん、あのそれはすごいですね、とってもね、うん、とっても豪華です、本当に、いや本当豪華だと思います、はい、そしてはい、うん、はいはい、あの地元からの正谷信夫さんと、うん、木村克実さんももちろん、うん、そして木村祐介さんもね、うん、いらして、お話、作品のお話とか、あと朗読もね聞かせていただけるかと思います。私も参ります。おお、うん、中坪さんもいらっしゃる、わー、はい、素晴らしい、八戸の音楽シーンの人も来た方がいいですよ。そうです ね、 ね、 そうだよね、なかなかすごい人来ますよ、ね、お芝居に限らず、うん、音楽とかあとはダンスとか、うん、もう本当にあと郷土芸能にもちょっと通ずるところがあって、あ、作品がね、うん、初めて見た時、この芝居見た時、うん、私思ったんですけども、うん、もはやこれは神事だな、なんか神事だなというふうに思うようなところがあって、あ、その地元に、ね、伝わるいろんな、うん、あの神事とちょっとリンクするところがあるんじゃないかと思って、うん、どんな方にもきっと楽しんでいただけると思います、うんうんうん、素晴らしい。これあのチラシのところに、はい、中坪さんの、はい、どっかに、どこにいらっしゃる、ここにございます、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 おります、はい、中坪さんのね、このチラシ、はい、裏側の方にも書いてありますね、はい、プロフィールとか写真とかね、はい、はい、あります、ありますね、はい、で、うん、そうです、はい、でこれチケットはど、はい、それぞれチケットは、Facebook でも行けるんですか。そうですね、あとは、八戸市公会堂と、うん、あとはフォーラム八戸、うん、あとオブジェ工房スローベースさんですね、あとは、ポータルミュージアムハッチの入り口のところですね、はい、あとは、南後文化ホールでも受けたまわってますし、三春屋さんでも、チケット置いてますので、三春屋で買えるって急に黙ったべはい、あの、うん、プレイガイドね置いてますので、はい、三鷹の方もね、はい、三鷹の方もぜひぜひ、うん、はい、行きましょう、はい、三鷹行きましょう、このツアーの初日はもう三鷹になりますので、うん、はい、ぜひぜひここからスタートしていくということで、たくさんの方に来ていただけると嬉しいです、はい、ね、中坪さんの役はどん役とか聞いてもいいですか。はい、はい、私は、まあ、千年にわたる人間の戦いのね、うん、歴史
に裏付けられたあの壮大なあの時代を超えた物語なんですけども、はい、私は1000年前から生きているものでございます、うん、なんと、はい、千歳千歳な千歳な千歳な、あ、でも前回公演にもあった要素ですけど、まあ、私の役は他の方がやってたんですが、なるほど、出演者の方が増えてますので、うん、そこにちょっと私が入ってということで、人間ではございません。やっぱりそうだったのかなみたいな、千年の、はい、わすごい、でも本当にね、東北の人間たちは見ると血が騒ぐと、そうですね、思います。もう縦のシーンがあったりダンスのシーンがあったり、もちろん歌もね、縦もありますし、ミュージカル、そうです、音楽劇ですので、音楽劇、はい、もうね、歌も本当に聞き応えがありますし、もう動きもあるし、もう舞台の装置もどんどん変わるしっていうことで、楽しめるところがたくさんあります。うん、そうなんです、楽しみながら、うん、最後にこう心の中にこう一つの小さな火をもらって帰れるような、そんな作品ですね。ありがとうございます。ゆかちゃんもやっぱりご自分でね、あのチンドンやってらっしゃるから、もう企画と構成とかいろんなことを、ね、いつもね、素晴らしいですね。 それでなんとみかちゃん、なんとね、はい、中坪さんのご主人の漫画、ああ、そうです、いきなりそこに行ってないくらいごめんなさい、はい、いいの、あの、そうなんです、はい、今日私実は中坪さんにお会いするって思ってたんですけど、うん、あの、あまりピンときてなくて、で、あーと先ほど、あ、私本当にあの漫画が好きなので、あの、ご主人さん漫画家さんなんですよね。はい、そうなんです、橋本智弘と言いまして、橋本智弘さんの漫画を私読んでまして、 ありがとうございます。え、今あの非常に大ブレイクしているあの、怪事という漫画のスピンオフ、はい、あの中間管理職利根川の、はい、あ、を書いてらっしゃる、あ、そうですね、はい、担当しております。で、はい、その作家さん、うん、橋本さん の、はい、あの別な作品で、はい、悪魔食堂という作品を読んでまして、はい、その中に中坪さんが出てらっしゃったんです。出てくるんですね。お、はい、で最初は知らないですから、うん、あれ、うちの女房は八戸出身で、あれあれあれ、せんべい汁が大好きで、あれあれあれ、で、あの、味噌煮込みうどんが嫌い嫌いっていうのを読んでまして、はいはい、いつかお会いできるかなと思ってたので、よろしくお願いします。それが今日だったんだ、はい、そうです、すごいです ね、ご縁がありました、ありがとうございます、ありがとうございます、読んでいただけて本当に。味噌煮込みうどんは今一つだったんですか。初めて食べた時はね、なんかね、これ煮えてないなと思って、もう一回茹でてくださいみたいな、なんか硬いんですよ、なんか本当に味噌煮込みうどんって、あの、煮ないらしいんですよ、本物は。全然柔らかくないんですよ、ほとんど煮ないのが本当らしいんですよ、うん、と思って、ちょっとね、あの、あとお味噌にもちょっと馴染みがなかったんで、やっぱ甘い甘い甘い味噌、の人間ちょっと、ね、八丁味噌にあまりちょっと、ね、初めての時は馴染みがなくって、うん、今は美味しいなと思いますけど、うん、でもその時にはね、うーんって思って残したりしてたんですけど、見た感じがもう、あ、鮎川さんどうですか。でも僕はもう全然、うん、八丁はでも結構癖がありますよね、癖っていうか濃いですよね、八丁味噌は ね、あの色が独特ですからね、でも、うん、今はあの味は美味しさがだんだん分かるようになりました。そうなんですね、さすがに。で、逆にやっぱりご主人名古屋の方なので、うん、せんべい汁が柔らかすぎて、あ、で、味がない、せんべい汁出してもなんか別に美味しくもなんともないみたいなことを言って、うちの家族を効率化せるというね、あまり歯に衣を着せないタイプなので、そうなんですね、忖度しないタイプ、いや楽しい、なんか文化交流だね、それね、まあ、そうですね、はい、それ読んで笑ってるっていう、そういう感じなんですけどね、ありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね、こういう風にして交流が、ね、できてね、そうですね、そこに今度はあの桃川さんもちょっとね、はい、登場、看板かなんかでもね、そうですね、いいですね、やっぱり食べ物のご紹介するとやっぱり飲み物ってついてくるから、そう、絶対ね、ついてきますよね、うんうん、美味しい食べ物に美味しいお酒を合わせたいなって、うん、ね、ちょっとあのご主人様の好みとこうバトルしてもらいたいところあります、ね、そうですね、やっぱりこう、かもしれない、あっちの名古屋の方のお酒と、うん、そうですね、やっぱすごい違うと思うので、違うと思います、ね、うん、合うものが違いますから、ね、食といえばですね、この方結び派の、はいはい、古川さん、やっぱり栄養士さんでいらっしゃるので、はい、ちょっとお話を、はい、聞きしたいと思いますけれども、はい、はい、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、
住み慣れた地域の医療と介護を結ぶ結び派クリニック栄養ケアステーションの古川です。よろしくお願いいたします。今ね、口から食べるお話いっぱいお話ししていただきましたが、まあ、我々もまさに今健康に気をつけて、いくつになってもなるべくギリギリまでね、お口から食べれるように、口腔ケア大事にしましょうということで、まあ、私たち東京都栄養士会とあと音楽療法のね、はい、吉岡先生と一緒にやらせていただいてます、はい、で私クリニックが渋谷区にあるものですから、今年ですね、実は東京デンタルフェスティバルという、うん、2018 in 渋谷というフェスティバルが行われるんですけども、うん、これ開催は東京都歯科医師会、データ出てないですね、はい、映像があると思いますのでお願いいたします。東京都歯科医師会が、主催で、行うんですが、私たち東京都栄養士会はですね、お手伝い協賛という形で、参加させていただいてます。それでブースをですね担当するんですけど、そのお隣、私たちのお隣のブースがですね、歯科医師会の歯科衛生士会か、歯科衛生士会さんのブースなので、私たち一緒に共同してですね、口腔ケアにちょっと気をつけましょうと。じゃあ口腔ケア何を食べたら栄養素を足りるのっていうので、お互いに情報共有しながら、会場にいらしたお客さんをですね、その健康について、また口から食べることについて動機づけ、意識づけをさせるというお手伝いをさせていただきます。はい、私今回の担当窓口になっておりまして、日々メールいろいろやり取りしたとかですね、あとチラシを配布したり結構大変なんですけども、まあ今回できること限られているかもしれませんので、チャンスと思って私も頑張らせていただいてます。あとですね、もう一つ、これデンタルフェスティバルがですね11月4日なんですが、その次の週11月11日に、これ脳梗塞、脳血管疾患ですね、経験した方だけじゃないんですけども、経験した方がですね、自ら自宅に引っ込んでないで、もっと社会に外に出ようぜっていうフェスがあります。これ私たちの仲間、栄養士さんだったり看護師さんだったり、あとは理学療法士さん、作業療法士さんたちが頑張ってですね、そういう当事者たちを集めて今回六本木で開催するようなので、次のチラシありますか。はい、次の映像をお願いいたします。これですね、当日に向けて、うん、集客もあるいは協賛も募っております。ぜひまたどちらも、皆さん申し込み制ですので、登録してぜひ会場にいらしてください。古川さん、これはどういうふうに登録すればよろしいんでしょうかね。ですね、11月11日の方ですか。はい、どちらも、どちらも、はい、先ほどのデンタルフェスティバルは、うん、チラシをお持ちの方はチラシの後ろにですね、参加申し込み書のファックスを送れる用紙になっておりますが、はい、これは東京都歯科医師会さんのホームページを参考に申し込みさせていただいてほしいと思います。じゃあネットで調べることができるんですね。ネットがいいかもしれませんね。はい、はい、でそして今のことノーフェスの方は、ノーフェスの方はですね、はい、こちらのホームページがありますので、はい、ちょっと参考にしていただくのと、はい、あと QR コードもついてますが、チラシも私もなるべくね近隣に置きたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。でノーフェスさんはこれが皆さんでどういうことを、ですね、例えば、半身麻痺があっても、うん、もうそれ以上何もできないとか歩けないとか、外にも出れないっていうわけじゃなくて、残った機能を生かして例えばファッションショーをしたりとかですね、あとはちらっと写真出てますね、メイクアップをして外に出かけようよとか、うんうんうん、あと女性の方、イヤリング、ピアス、あとネックレス、はい、ちょっと何て言うんですか、もうつけるのに大変な、そうですね、片手であれば、ね、そう病気なさった方は片手でも、うん、簡単に装着できるようなアクセサリーが展示してあったりとか、はい、なんかそういうことをやるようです。そういうのがもうディスプレイされてるんですね、はい、それをつけてみたりとかということが体験できるということですね。そのようです。わ、はい、かりました、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんぜひネットの方で、ね、調べていただければと思います。はい、ではまた中坪さんの方のお話に、はいはい、させていただきますが、はい
もう一回振り返ってみましょうか。今日たくさんイベントが、ね、ありましたからね。はい、ということで、まず中坪さん、あの私のランジョンコンサート11月17日グランドプリンスホテル新高輪の方で、受付が12時なんですけれども、そちらの方で、コンサート、ランジョンコンサートさせていただきます。その時に中坪さんがゲストさんで出てくださいます。この映像をもう一回、大丈夫ですかね、出ますでしょうか。はい、それと、はい、松浦和の民、松浦和の民、はい、はい、三鷹、三鷹の方の11月16日、はい、行きます、はい、はい、山形酒田は、はい、12月1日、そして八戸は、はい、12月7日8日、八戸市公民館で、はい、ですね、はい、はい、そして、ハラウ生モートリパ、ポリネシアンダンスの教室です。12月の15日、八戸パークホテルでパーティーがございます。はい、今日のゲストさんは中坪さん、そして、お酒は桃川さんでした。はい。